こんにちは、天の仕事道具店です。今日は疑似メモにおすすめなノートを3つ紹介します。皆さんは会議のメモや議事録ってどうやって取っていますか？最近はね、パソコンの中で議事録を取ってリンクが共有されたりとか、ホワイトボードに書いてそれを撮った写真が共有されたりと、自分用のねメモでもデジタルで完結することが増えてるんじゃないかなと思います。もしそのデジタルで完結する状況で、なんか必要な情報がどこに書いてあったか探すのが億劫だな、ファイルとかフォルダとか開くのめんどくさいなとか、あの時に思いついたアイデアなんだったっけ忘れちゃったなとか、会議がそもそも多くて何の会議でどんなことがあったのか混乱してるなとか、あと会議で頼まれたタスクの管理方法に悩んでるとかっていう、どれかしらのね悩んでいることがあれば、ぜひね手元のメモ帳やノートに疑似メモを取ることを解決案の一つとしてね、ぜひ提案させてください。お気づきだと思うんですけど、さっきの悩みはすべてね、私の会社員時代の実際の悩みでして、いろいろな解決方法があると思うんですけど、ぜひノートもね解決方法の候補に入れていただければなと思います。なのでおすすめ3冊紹介していきます。1冊目はロディア・ラマ・ミーティングブック英語クォ・ヴァディスから3080円です。表紙には中のフォーマットが簡易化された素押しが施されています。で、表紙は合皮のようなねスベッとしたあの手触りで気持ちいいです。で、ペンホルダーとブックマーク、あとこのバンドがついていて、会議で持ち運ぶときに便利です。中のページは基本は横系のフォーマットになってます。ページ上部には5行ほどのエリアがあって、参加者やアジェンダを書き込んでメモっておけます。そして下のエリアからメモエリアになっていて、左側は会議中のメモを残しておけます。そして右側が会議中に決まった行動とかタスクを書き込みます。メモ欄にはアクションが決定するために交わした重要な意見とか、口頭だけだと理解が追いつかない時にさっとね図を書いて理解を深めてみたりとか、あと管理職で情報の取り扱いに注意が必要なね情報がある場合は、共有が OK なものは赤文字、不可のものは青文字っていう感じで色分けするのも良さそうです。ページは裏表で1会議分になっていて、長い会議でもねたっぷりメモが取れます。そしてページにはミシン目が入っているので、綺麗に切り取ることができます。後からスキャンしてデジタル化したりとか、他の人に渡したり、コピーを取ったりと、共有とか保管に便利なね、機能だと思います。こちらのミーティングフォーマットは80シート、160ページ入りになっていて、厚めのノートなので書き込むときは喉部分のね、ぐらつきが少し気になるかなと思います。ということでね、クリップなどがあると良さそうです。動画はね、ペンコのプラクリップです。喉部分が平らになって手に当たりにくいので、書き込みがしやすくなります。で、ノートの始めには年間スケジュールのページも一緒に入っています。ノートの最後にもドキュメントファイルがついているので、資料とかね付箋などを一時保管できるすごい便利なノートです。当店ではビジネスシーンで使いやすいカラーの取り扱いがあります。ちょっと1色かけちゃってるんですけど、合計5色取り扱ってます。メーカーさんからはね12色も出ているので、気になる方はチェックしてみてください。次はデイリーノート、毎日の出来事を書き留めるイズアミュレットから682円。中閉じで全64ページの薄いノートで、すでにねお気に入りの手帳がある方も追加でもう一冊にちょうどいいサイズ感です。中は複数のフォーマットが入っていて、一つ目がトゥードゥーリスト、左側にトゥードゥーで、右側には進捗を書き込んで管理することができます。二つ目が今回一押しのフォーマット、会議の議事録が取れるようになってます。必要な項目がすべてあるので、穴埋め形式で埋めていくだけで OK で、三つ目はウィークリースケジュールのページです。そして最後に4つ目、アイディアメモを書き込めるページがあります。では議事録のフォーマットを詳しく紹介していきます。上部には会議名、日付、時間、場所、メンバーを書き込むエリアがあって、必要な情報を穴埋めで記入できます。で、その下にはアジェンダを書き込めるので、後から見返した時にね情報が探しやすいんじゃないかなと思います。そしてさらに下に決定事項を書き込むことができるエリアがあって、タスクの後は担当者とか締め切りも書き込めます。で、ノートの右側がメモエリアになっていて、思いついたアイデアとか後で調べたいことなどをメモしていきます。
こちらのノートは見開きでね、会議内容が一つ分わかるので、コピーとかスキャンはすごい取りやすいんじゃないかなと思います。ちなみにこの商品はペンケース付きノートカバーと一緒に購入される方が多いです。こちらのペンケース付きノートカバーは第5号から発売されているアイテムで、動画に映ってるのはね、当店のオリジナル柄が入ったものになります。会議の移動中にパソコンをね、お盆にしてノートとか運んでるあなたにとってもおすすめのアイテムです。最後に Meets Planner キーノートラボクリップから1210円です。このノートでね、1、2本動画作るぐらい、すごいお気に入りのノートなので、気になる方は他動画もチェックしてみてください。で、このノートは見つけやすさにこだわった機能がいくつかあります。まずね、上の方に日付とタイトルが書き込めるエリアがドーンとあります。で、メインエリアは左側に見出しを書けるエリアと6分割されたエリアでできてます。で、カバーにね、切れ込みが入っていて、この部分がしおり代わりになります。ノートを使って閉じるときに挟むね、習慣付けとけば、次に使うページをすぐにパッと開くことができますよ。で、1日1ページ、1ブロック、1会議という感じで実際に私は使ってました。タスクはオレンジ、依頼したタスクはグリーンでハイライトをしていました。はい。意外とね、頼んだ仕事って忘れがちで、その後のね、フォローが後手に回っちゃったりとか、思ってたんと違うなみたいな成果物がね、来てしまうことがあるので、パッと見返した時に思い出せるように、依頼したことも線を引いていました。パソコンと合わせて使う場合は、スリムタイプの同じシリーズのリングノートもおすすめで、リングのおかげでね、しっかり折り返せるので、パソコンのすぐ横に置いて使うことができます。英語スリムのリングタイプでは、3種類中のフォーマットがありまして、罫線か方眼かドット方眼があって、横のブロックで割られているのは、動画に映ってた罫線と方眼のみとなります。では最後に、サンプル作りの動画を背景にちょっと雑談させてもらえればなと思います。なんか昔から会議の時に手帳に書き込むシーンとかに結構強い憧れがありまして、ドラマとか英語で手帳に書き込むシーンとか、書き込んだページをね、バーって探しているシーンを見ると、なんかその何度もめくられた独特なね、紙の質感とか音とか、あとボールペンでグリグリと書き込む所作になんかできる人感があって、すごい憧れていました。自分が社会人になると手帳とかね、あんまり使ってる人がいなくて意外と。で、ミーティングとかだと特にパソコンでね、議事録を取ってホワイトボードにこう書き込んだりとかっていうのが多くて、意外に使わないなーみたいな日々が続いてたのが新卒ぐらいかな。でも別にパソコンで不便もなく、ホワイトボードも全然良かったんですけど、なんか社会人歴が長くなるにつれて、自分の特性的にはやっぱ手書きの方が記憶力にも残るし、理解力も上がるし、そもそも会議にメモを取ろうとして、集中して取り組めるなとか、なんかキーボードを打つより手を動かして書き込む方が楽しく会議に参加できるなとかって思うようになりました。冒頭でね、話してた悩みも、なんか、明確にこう悩んでる悩みというか、どっちかっていうと手書きでやった時と比べて、なんかデジタルで撮るだけだとぼんやりするなっていう比較が元で、やっぱ手書きでメモを取ろうって思ったものもいくつかあるぐらいなので、なんか両方試してみると、どっちの方が合ってたなとかっていうのがわかるので、もしね、手書き試したことない方いたら、ぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。使った文房具とかをね、細かく紹介したページみたいなのを、当店のオンラインショップのトップページから飛べるように配置したので、よければチェックしてください。またねー。